グランパスの、12階以上あるうちの一つの、港区にある、スクールの、チーフコーチとして、年中さんから小学6年生までを指導しています。主に週末に入ってる、触れ合いイベントや J リーグの前座イベントの打ち合わせを、業務前にして、で1時半からのミーティングを経てスクールに向かっています。なるほど。やりがいは、まあ、本当に年中さんから6年生までいろんなレベルの子がいるんですけど、まあ、できなかったことがその日できるようになって、コーチ楽しかったって言ってくれたり、あとは試合に負けたけど悔しい、もっとやりたいってこうなんか感情が出るような、シーンを見るとすごい、あ、今日やってよかったなっていうふうに毎回思ってます。なるほど。はい、本当全ての基本になることなんですけど、事前の準備とか情報収集とかそういうのを怠ってしまうと急なハプニングに対応できなかったり、こう、 うまくいかないことが多くなっているので、事前準備を、しっかりしなきゃいけないっていうところに気を使えないと厳しいかなと思います。で、僕はまだ全然そういうところに気が使えないことが多々あるので、それで怒られることもあるんですけど、本当準備っていうのがすごい大事だなと日々痛感してます。座学で言ったら、ゲーム分析がすごい役に立ってて、クラブハウスでも試合がよく流れてたり J リーグの試合見たりするんですけど、そういう時にこういろんなコーチと話する中で、自分の、主観とあと他のコーチの、色とそういうのを聞きながら自分の知識を、今得てるんですけど、自分の意見を持てるようになっているので、ゲーム分析の時間はすごい有意義でした。あとは、まあ、外部実習の、指導経験もやっぱり積んでいたからこそ、こうスッとスクール業務に行けたり指導が、できるようになったかなと思うので、その2つがすごい役に立っています。2つあって、1つは、やっぱ自分の、教えた子供の中からこういかに J リーグプロの世界で活躍できる選手を出せるかっていうところをやっぱ一つ目標に掲げているので、やっぱ J アカデミーの育成組織の中に入る、そこで指導するっていうのが一つの目標です。それからもう一つは、地元の福島県のサッカー文化、まだまだ低いものがあると思うので、そこでこうサッカーの魅力を伝えながら、盛り上げていけるような、活動もしたいなとは考えているので、最終的にはやっぱ地元福島のチーム、今で言ったら福島ユナイテッドとかそういうところに入って、福島県のレベルを上げたいなというふうに考えています。やっぱ人と違う感覚を持ったりとか、人と人が気づかないところに気づくとか、そういう細かい部分にいかにこだわれるかだと思っています。やっぱクラブの中でもすごいお手本になるコーチがいるんですが、その人はやっぱり他のコーチが気づく前に行動してたりとか、そういうところまで見てるかっていう視点だったりとか、すごい勉強になっています。なので、人が持っていない感覚を持てるかどうか、そこに気づいて行動できるかどうかがプロフェッショナルと普通の違いなのかなというふうに思っています。